ロイ・ジョーンズ・ジュニアは、アメリカ合衆国の元プロボクサー。フロリダ州ペンサコーラ出身。ボブ・フィッシュモンズに続き、ミドル級出身で、ヘビー級の王座を獲得した、史上二人目のボクサー。ミドル級、スーパーミドル級、ライトヘビー級、ヘビー級の四階級を制覇し、長きにわたりパウンド・フォー・パウンド最強と目されていた、名選手。 プロモーターとして、ロイ・ジョーンズ・ジュニア・ボクシング・プロモーションズを主催している、ボクシング史上最高の身体能力を持つ選手との呼び声が高い。重量級としては破格のスピードを生かした、イマジネーションあふれる攻撃が特徴で、瞬間を捉える能力は他の追随を許さなかった。防御感にも長けており、腕を後ろに回して、ラッシュをかわしたり、余裕を見せ試合中に、 対戦相手を煽ったりと客の心をつかむ術も一流だった。また、手数は単発傾向にあるものの、オフェンスは的確で多彩であり、特に、ジャブとダイレクトブローがさえ、飛び込み様の左フック、顔面とボディの急所を的確に打ち抜くコンパクトな、コンビネーションを得意としていた。ボクシング以外のスポーツにも優れ、ユナイテッドステーツバスケットボールリーグでプレーしていた。 ことがあり、バスケットボールの試合に出場した日の夜に、ボクシングの試合に出場して、世界王座を防衛したこともある。また選手活動と並行して、ミュージシャンとして、複数のヒップホップ CD をリリースしたり、HBO のボクシング中継番組、ワールドチャンピオンシップボクシングの解説や、プロモーターとして、自身のボクシング工業会社を主催するなど多彩な、 才能を持つ、ボクサーの家系に生まれる。父親のロイ・ジョーンズシニアも、マービン・ハグラーと対戦経験がある、プロボクサーだった。1988年10月2日、ソウルオリンピックライトミドル級に出場。決勝戦で、地元、韓国の僕とキノリと対戦。ニアールには一つ、スタンディングダウンを奪い、有効打も86対32と圧倒したものの、 不可解な判定により2から3で負けて銀メダリストとなった。モロッコ、ウガンダ、ウルグアイの審判は韓国選手指示の判定を行ったが、モロッコの審判はこの時の判定についてアメリカ選手が勝つのは確実と思ったため自分が韓国選手指示の判定をしても4から1でアメリカ選手が勝つだろうと思い開催国に配慮した判定をしたと語った。 なおこの時の審判3人は、つたない判定を理由に、その後2年間の資格停止処分を受けた。同年9月に、モスクワで行われた、世界選手権の審判13人も、同様の理由で、資格停止となった。文句なしの勝利を確信していたジョーンズは、泣き崩れ、記者会見でも泣きながら、盗まれた金メダルを返してほしいと訴えたことから、 盗まれた金メダル事件として知られる。ジョーンズはオリンピックボクシングの最優秀選手に贈られるバルバーカートロフィーを授与されている。後の調査の結果、審判は韓国サイドによるワインと食事の接待は受けていたものの買収の証拠は存在しなかった。しかし、この採点問題はアマチュアボクシングの採点システムが変更されるきっかけとなった。 1989年5月7日、プロデビュー。1993年5月22日、プロキャリア22戦目で自身初の世界、タイトルマッチとして、バーナード・ホプキンスと IBF 世界ミドル級王座決定戦で対戦。12回判定で下し、王座獲得。試合前に右手を骨折した状態で試合に、臨んでおり、 試合当日の体重はホプキンスより16ポンド重かった。同王座は一度防衛後に返上し階級を上げた。1994年11月18日、IBF 世界スーパーミドル級王者ジェームズ・トニーと対戦。戦前の予想ではわずかに、ジョーンズの不利予想となっていたが、3回にダウンを奪うなど圧倒し、十二回大差の判定で下し、王座獲得。 二階級制覇に成功した。初敗北を喫したトニーは後日、インタビューで、原料区で計量直前まで利尿剤と下剤を使って、原料をしており、コンディションが最悪だったと語っている。同王座は5度防衛後に返上。1996年11月22日、WBC 世界、ライトヘビー級暫定王座決定戦で、 マイク・マッカラムを12回判定で下し王座を獲得し、3回級制覇を達成した。後に、正規王者に昇格。ジョーンズはこの試合で、ファイトマネーを280万ドル、マッカラムは75万ドル稼いだ。1997年3月21日、モンテル・グリフィンと対戦。8回終了時の判定で75から76。 77から75、76から75と、ジャッジ2社が、ジョーンズ支持、1社が、グリフィン支持と、ジョンズが、わずかにリードしていたが、9回グリフィンがダウンしたところに、攻撃してしまったために、失格負けとなり初防衛に失敗、大座陥落と共にプロキャリア初黒星となった。百九十七年八月七日、WBC 世界ライトヘビー級王者モンテル。 グリフィンとダイレクトリマッチで対戦。左フックで開始早々18秒で、グリフィンをロープに吹っ飛ばして、最初のダウンを奪い、最後は、左アッパーで倒し1回2分31秒後で、下し、王座を奪回。ジョーンズとグリフィンの両方が150万ドルの、ファイトマネーを稼いだ。その後、ヘビー級転向を表明したものの、翌1998年に、 ヘビー級転校を撤回。ジョーンズのヘビー級転校表明を受けて、同年3月21日に空位となった、WBC 世界ライトヘビー級王座決定戦で、マイケルマンに判定勝ちを収めた、グラシアのロッシジャーニオ、WBC は、WBC 世界ライトヘビー級王座の新王者に認定したが、ジョーンズがヘビー級転校を撤回すると WBC は、 WBC 世界ライトヘビー級王座をジョーンズに戻し、ジョーンズを WBC 世界ライトヘビー級正規王者とし、ロッシジャーニーを WBC 世界ライトヘビー級暫定王者とする措置を取ったため、ロッシジャーニーが WBC を訴え訴訟問題に発展した。1998年7月18日、WBA 世界ライトヘビー級王者のルーデル・バレ。 と、王座統一戦を行い、8R に、キャリア初のダウンを喫するも12回3から0の、判定勝ちを収め WBA 王座の獲得と、WBC 王座の初防衛に成功し、WBA と WBC の王座を統一した。1999年6月5日、IBF 世界ライトヘビー級王者のレジー・ジョンソンと、王座統一戦を行い、12回3から0の、 判定勝ちを収め WBA 王座は3度目、WBC 王座は4度目の防衛に成功、IBF 王座の獲得に成功し3団体の王座を統一した。2000年5月13日、WBA 世界ライトヘビー級暫定王者、リチャード・ホールと対戦し、11回1分41秒、TKO 勝ちを収め WBA は、団体内王座統一による5度目。 WBC は6度目、IBF は2度目の防衛に成功した。しかし、試合後のドーピング検査で、禁止薬物のアンドロステンジオンの陽性反応が検出された。2001年1月、WBA から WBA 世界ライトヘビー級スーパー王座に認定された。2002年2月2日、無敗のグレン・ケリーとの対戦では、3回と6回に、 ケリーからダウンを奪い、7回には構勢に出るケリーに、対しロープ際に下がり、両手を自らの背後へ回して、ボディワークで翻弄した後、一瞬の隙を突き、背後に回した右手を振り出し、カウンターを決めるパフォーマンスで7回1分55秒。TKO 勝ちを収め WBA は9度目、WBC は10度目、IBF は6度目の防衛に成功した。 2002年11月18日、IBF 世界ライトヘビー級王座を剥奪された。2003年3月1日、ジョーンズは一度棚上げしたヘビー級転校を表明、WBA 世界ヘビー級王者ジョン・ルイスに挑戦。公式計量の体重はジョーンズが193ポンド、ルイスが226ポンドであった。試合はジョーンズが、スピード差で圧倒。 4R 終了間際には、右ショートで、ルイスを一瞬聞かせるなど、文句なしの内容で12回3から0の判定招致を収め王座の獲得に成功した。これにより、ボブ・フィッシュモンズ以来106年ぶりとなる、ミドル級出身者によるヘビー級世界王座獲得を達成し、4階級制覇に成功した。この試合は、ペーパービルを52万件販売。 ジョーンズは最低保証として1000万ドルのファイトマネーを稼いだ。2003年4月15日、IBF 世界ライトヘビー級王座と WBC 世界ライトヘビー級王座を返上した。2003年11月8日、WBA 世界ライトヘビー級スーパー王者として、WBC 世界ライトヘビー級王者、アントニオ・ターバーと統一戦を行う。序盤は、 ターバーの猛攻が続き、ジョーンズは、防戦に追いやられるも中盤から得意のコンビネーションで、盛り返し、なおも時折、ターバーに、集中打にさらされながらも、結果として12回2から0の、判定勝ちを収め、二団体王座統一に成功した。しかしながら、制裁を欠いた、ジョーンズの手が上がったことで観客からはブーイングが、品質。論争を呼ぶ結果となった。 その後、ターバー戦が、ライトヘビー級として、最後の試合で、ヘビー級で、マイク・タイソンと対戦してから、現役引退すると発表していたが、タイソンとの交渉が失敗すると、休養王者扱いとなっていた、WBA 世界ヘビー級王座を2004年2月20日に、正式に返上し、ターバーと、再戦することを決めた。2004年5月15日、アントニオ・ターバーと、 ダイレクトリマッチで再戦し、2回にターバーの左オーバーハンド一発でダウンすると、レフェリーが試合をストップ。2回1分41秒 TKO 負けを喫し、WBA スーパー王座、WBC 王座の防衛に失敗し、王座をターバーに明け渡した。2004年9月25日、IBF 世界ライトヘビー級王者グレンコフ・ジョンソンと対戦し、 9回41秒小負けを喫し、王座獲得に失敗した。試合前のブックメーカーの掛け率では1対6で、ジョーンズの圧倒的有利予想であったが、8回終了時のジャッジの判定でも7775、7775、77 7874でジョンソンにリードされていた完敗でターバーに喫した敗北の影響か、 以前の輝きは失われ、負け方もキャンバスに叩きつけられ15分ほど起き上がる、こともできないほど悲惨なものだった。約1年間リングから離れる、この頃から、HB 用の中継で、解説の仕事を始める。2005年10月1日、アントニオ・ターバーとターバーの保持するイボを呼びリングし、ライトヘビー級王座をかかった試合で、ラバーマッチを行ったが、 零から三の判定で敗北。三連敗となった。この頃急激に負けが込んだ理由として、短い期間にライトヘビーヘビー、ライトヘビーと階級の急激な上下を繰り返しており、体調管理の難しさの他に一度つけた筋肉を落として減量せざるを得なかったことで本来持っていた、スピードやパワーに狂いが生じたことが挙げられている。評論家の中には、結果的に、 ヘビー級挑戦が彼のキャリアの凋落の原因となったというものもいる。2006年7月29日、プリンスバディアジャムと対戦し、3から0の判定勝ち。対トリニダード戦後の勝利インタビュー2008年1月19日、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンにいて、約2年8ヶ月ぶりにボクシングに復帰したフェリックス・トリニダードと、 スーパーミドル級の規定体重を2ポンド上回る170ポンド契約のキャッチウェイトで対戦。随所に往年の動きを見せ7回と10回にダウンを奪い、12回、3から0の判定勝ち。2008年11月8日、ジョーカルザゲとカルザゲの保持するリング誌、ライトヘビー級王座をかけ対戦。もともとは9月20日に予定されていたものがカルザゲが、 トレーニング中に右手を負傷したことにより6週間延期されている。1回にダウンを奪うシーンを見せたものの、その後はカルザゲの連打を攻略できず、12回0から3の判定負け。2009年3月21日、空位のナボ北米ライトヘビー級王座をオマールシェイカと決定戦で争い、5回 TKO 勝利で、再起と共に王座を獲得した。 8月15日、ジェフレーシーに0 r 終了 TKO 勝利を収めて、初防衛に成功した。2009年12月2日、オーストラリアのシドニーで、イボ世界クルーザー級王者ダニー・グリーンに挑戦し、初回 TKO 負けを喫した。2010年4月3日、バーナード・ホプキンスとおよそ17年ぶりに再戦し、0から3の判定負けを喫した。 2011年5月21日、ロシアで、デニスレベデフと対戦。衰えを隠せないジョーンズであったがなんとか最終10ラウンドまで持ちこたえる。しかし試合終了まで残り数十秒で、強烈な右から、アッパー、棒立ちになったところにさらに右をもらい、数分間キャンバスから起き上がれないほどのダメージを受け10回こまけ。2011年12月10日。 ウボ世界クルーザー級王座決定戦をマックス・アレクサンダーと対戦し10回判定勝ちで王座獲得に成功した。2012年6月30日、ポーランドでパベル・グラゼウスキーと対戦、ジョーンズは6回にダウンを奪われるが、僅差の判定勝利を挙げた。もともとはダビド・コステッキーと対戦予定であったが、コステッキーが犯罪組織の首謀者であるとして、 実刑判決を受けたことで、試合数日前に急遽用意された対戦相手が、グラゼウスキーであった。2013年12月4日、1年半ぶりの試合で、ベアナックルボクシングのチャンピオンとしても知られている、ボビーガンと対戦予定と発表される。この試合を行う動機について、ジョーンズは2014年早々にも対戦する、可能性がある、元 UFC チャンピオン。 アンデウソン・シウバーとの試合へ向けての調整試合であるとした。しかし試合は中止となり代わりに12月21日にロシアで試合をすることが発表された。2013年12月21日、ロシアで WBU クルーザー級王座決定戦をジネー・ディーネ・ベンマク・ホルフと行い12回判定で勝ち、王座を獲得した。 2013年12月28日、対戦を希望していたアンデウソン・シウバが、UFC の試合で敗北。ロイ・ジョーンズは新たに対戦したい相手として、同じく総合格闘技の選手であるニック・ディアスを、指名した。結局ディアスとの対戦は幻に終わった。ロシア連邦大統領、ウラジーミル・プーチンと、対面2015年9月、申請が通り、 ロシアの市民権を取得。2015年12月12日、ロシアでエンゾ・マカリネリと対戦し、4回小負けを喫した。2016年3月20日、アリゾナ州で一般公募で選ばれたファンと10万ドルの賞金をかけて、ボクシングで対戦する予定だったが、コミッションがプロ経験のある選手との対戦しか許可をしないと、 韓国したため、アマチュアボクシングの経験があるプロ総合格闘家のバイロン・フィリップスと6回戦で対戦し、2回に右フック一撃で勝利した。なお戦ったフィリップスは、彼がこれ以上怪我をするところを見たくないと話し、ロイ・ジョーンズに引退を進めた。2018年2月8日、フロリダ州ペンサコーラのペンサコーラベーセンターで、 開催されたボクシングと総合格闘技の試合が混在した工業でスコット・シグモンと引退試合としてクルーザー級10回戦を行い10回3から0の判定勝ちを収め29年間の現役生活最後の試合を白ボッシュで飾った。ただし UFC 代表のダナホワイトが許可を出しアンデウソン、シューバ戦が実現するのであればすぐに現役復帰をすると語った。 2018年12月28日、主催するロイ・ジョーンズ・ジュニア・ボクシング・プロモーションズの興行を UFC ファイトパスで配信する契約を UFC と交わした。なお、UFC とこの契約を交わしたことでアンデウソン・シウバ戦の実現の可能性がより近づいたとジョーンズは語った。2020年7月23日、 元ヘビー級3団体統一王者マイク・タイソンと同年9月12日にエキシビションマッチを行うことが明らかになった。2020年11月29日、米ロサンゼルス・ステープルズセンターにてマイク・タイソンとエキシビションマッチで対戦。2分 8R で試合を行い、ドローとなった。その後ジョーンズはアンデウソン、シウバ、 エメリア・エンコ・ヒョードル、現役復帰を宣言した、オスカー・デ・ラ・ホーヤと対戦したいと話した。ジョーンズは2011年4月、2003年から2004年の、税金を滞納しており、追徴課税を含めて350万ドルの、税金未払いがあることが報じられている。スタジオアルバム、ありがとうございます。